けど、中華のぬいぐるみゲットしに来ました。うん、はい、今日は10月の13日木曜日、はい、発売日初日です。いやー、とりあえずね、チーカーは最近見始めて、ワイヤストリアの最推しのウサギ、うん、君が見つけたんだもんね、情報でね。あ、そうこれが目開いてるけど寝てるんだよねそう、寝てるんですよね。もうお金入れちゃったけど、もう喋りながらとりあえずやるか。はい、とりあえずもう3人じゃないの、確率機なんで、うん、もう最初から押すしかないかなって。まあ、なんけどパーテーション若干高くは感じる。例えば、ここの上に顎とか乗ってくれてるのはまあチャンスかなって。そうだね、まあ、どうやって4年聞いてるの。まあまあ1回目は様子見ですね。おー、これどうする、もう頭持ってみる。いや、うちは引っ張り派、引っ張り派だから、まあワクチン症厳しそうだな。まあだって、こっちでやったって結構ハンドル1個抜けるから、持ち上げて、倒れて、そのハンドルで落ちない。うちは引っ張って、これでいくね。あの、もうちょい足を外に出したい。ヨガイキープに頼みますか。あ、でも頭が、あ、今逆になったね。うん、右側に来たのは、まあ、一応ね、確率機とはいえ、うん、まあ、確率来る前にワンチャンゲットできたら、動画的には、うん、OK でしょう。確率機が一番上がりますか。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、悪くないっすね。そうそう、理想理想。今3回目でこれだから、どうするか。意外といいじゃん、センサーが1本あ、外してみて。前提で、うん、ライドスタンド毎回調子でいきます。痛い、首刺さったの。痛い、一旦ここは4分キープ。本人は寝てるけど、一応目標は3000円。そうね、現実的な金額で目標3000円でいきます。ライドにできたかな。それ運が良ければね、1000円以内とかも可能性としてはありえるんだけど、両替キープに上がりますか。あー、でも、もしね、はいはいはい、いいね、あるじゃない。そのこちらに来たっていうのは結構でかい気がする。うんうん、安定した動きが出るね。うん、そうね、地味に行く。ライドに行ってきたかな。どう、いや、ちょっと手のさ、ちょっと両替キープに上がりますか。持ち上がりはしないけど、少しずつ引っ張っていくタイプで、うん、めっちゃ頭がね、だってそう、こっち向いてるんだよね。こっち向いてきたね。ライドに寝てきたかな。なんか本当目合ってんだよ。目合ってないのか、寝てんのか。あ、そうだ、寝てるよ。あ、でも、ちょっと待って、待っておい、隣のフィールド行こうとしてるのに。やだ、ちょうど間から目が見える。待って待って、これはちょっと一旦連れて帰るよ。一旦もうマックス左寄せて、はいはいはい、はい、もう普通に持ってくれるでしょ、たぶん。両替キープ、まあね、さすがにね、行けるところまでちょっと運んでもらって。めっちゃ隣気になるやん。大丈夫か、届かない。ライドに行ってきたかな。あ、まだ大丈夫そう、ね、うん、意外と可動範囲広い。だってもうアナログが隣のゲームに入っちゃってるね。意外とこういうのが、可愛いお尻が。これでちょうど10回目だもん。お、一旦ここでバトンタッチしようか。了解。ここで大丈夫かな。いやー、うまくできたね。両替キープに上がりますか。これが確率機です。あー、うーん、ね、まあ、そうだ ね、うん、はい、1000円終わりました。ここでレオナにバトンタッチします。はーい、持ってきたよね。はい、ロイヤができる。まあまあまあ、もうガンガン、もうガンガン金入れつつ、確率来ちゃったらまあしょうがないけど頑張りたい。やっぱ確率機で、あ、嬉しい、楽しいと思う瞬間は確率来る前に取れることだよ、自力で。うん、これが嬉しいから。たまにさ、もうパーテーションがさ、もうこれの倍以上思いっきり高いパターンあるじゃん。あれはなえる。そうなってくるともう本当に確率待ち、ゲームでもなんでもねえじゃんっていう。これってただの物販やん、実質みたいな。そうだ、楽しませてほしい。だ、これはまあギリギリかな。顎全然乗るとは思ったね。さっきだってちょっといい感じになってたもん。多いんじゃない。
初動はいいよ。あー顎ぶつかって跳ねた。ウサギだね。一緒にねんねビッグぬいぐるみっていうらしいよ。お、すごいすごい状態になりました。縦に立っちゃうと意外とスルって抜けちゃうパターン。爪先で押して一旦寝かせるやり方も一応ある。ちょっとねごめんねって感じの場所をプッシュすることになるんですけども、ちょっとごめんね言ってとりあえず。でどっち行くか、お悪くない悪くない、いいんじゃない、そのまま寝てくれればいやちょっと寝たよ今、ちょっと寝た、ちょっと寝た、わかんない、何とも言えないけど、いやこれプリン君でやりてえわ俺。まあ任せるよ。あーこの微調整むずいな。うまいうまい、スルッていくんですよ。うん、なるほどね、足が乗りましたと。自分の思ったやり方で取れる方が絶対嬉しいでしょ。いやでもいい、いいね、悪くないよ。あの落とし口にだいぶ近づいてはいるんだけど、あー分かった、やりたいことが顔のちょっとこっち側を持ち上げてこうやりたいと。もう一回やってみたら、もうちょい右だね。でパワー自体入ってるから別に2本でも多分動かせるよ。でも立っちゃうかもしれん途中で。さあ20回目です。そう、ちまちゃう、やばいね、やばいな、なんか確率来ちゃいそうな気がしなくもない。でもそらちいかわもう人気なの分かってるからさ、ワンチャン設定5000円とかもなくはない。ほぼほぼ顔面埋まってる状態でレオナのターン終わりましたけど、はい、何も成果得られませんでした。背中の形を崩したい。お、持つんだ。痛い顔面見つけただけやな。でもさ、面白いよねそれも。意外と繰り返してる、ちょっと違う楽しさ。そうそうそう、あるある。この人の目の高さといって同じ動きするとも限らんからな。痛い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 。一緒だよ。ずっとこれ狙い続けてずっと顔面ぶつけるだけだよ。何か変化を。じゃあもうちょっと右腕に外にあるわ。はい、あーでも厳しいか、もうちょい左手が。あ、お、くるん、あー、くるんか、くるん寝かせたいんだよ。うん、そうだね。ちょっと起こしていいか。いいよ。いやー、回るね、回るね、回るね。ごめんよ、サギ悪気はないんだ。痛い。いけー、狙い通りにできたかな。動けー、ちょっと抜けちゃうかさ、ね、ね、でも、あ、それもうちょい的だったら割んないかな。ないか、いけー、そうだね、そのぐらいかな。あ、そこでしょ、ここで大丈夫かな。あ、そっか、あ、でも、あれあるかな、なんか割んない、割んない、あー、嫌だ、嫌だ、めちゃくちゃ惜しい。あ、おかえりなさい。うわ、なんか初期っぽい感じだったね。ちなみに今いくらだこれ。2800円使ってこうなりました。やばいなこれ。まあ、今の惜しかった。めっちゃ惜しかった。いや、ワンチャンって、ね、あれで取れたらもう確認作る前に取れた。取れたかってなったね。悔しいな。狙い通りにできたかな。これが面白いんだよね。これがあるからやめられないんだよね。お、
頭がそっちの状態で。確かに。うーん、あ、まあ分かんない。でもどちらにしてもじゃない。狙い通りにできたかな。あー、やばい。足がドキドキだね。そうそうね、両面で1分行います。あ、厳しいね。はい、3000終わりました。マジで？こっからスタート。いや、君の意思を無駄にしない。一回止まれ。いや、目標の3000は超えちゃったね。まあ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 、第2の目標5000以内って俺の中であったんで、5000超えるともうね、結構萎えるパターンなんだよね。さすがに5000は超えないでほしい。5000超えちゃったらもうむしろなんかいつもの一番くじで爆死みたいな感じなんで、感覚的には。ありがとうございます。さあ、店員さんに頑張ってくださいってエールをいただきました。でもさ、悪くないんだよね。これもうちょい手前に欲しいね。あ、でもいや、ワンちゃんまだいけそう。いやー、かわいいもんな。いいね、プレー中もこうやって顔をずっと拝めるのやばい。頑張れ。頑張ってる。ちょっとこっちに来たんですよ。あー、やばい。あー、でも、あ、いいね、いいね、いいね。もう一発かけるんだったら頭持ち上げるパターンもなくはない。でもなー、ちょっと厳しそうだね。うん、だ結局、まあそうだよね。かといって足側狙ってもさ、足持ってそのまままた立っちゃうパターンもあり得る。だどっちに転んでもって話なんだよね。どっちに転んでるわ。 OK、 意外と重心が顔面にあるんでそこは怖い。あー、行っちゃった。時間なかった。あ、時間切れ、うん、やば。これはあんまり動かなさそう。行ってみる。行けーって言ってるよ。まだ右だな。もうちょい右だな。まあ、なってくれ。持ち上がりましたが、あ、これさ、確率だよね。俺確率な気がする。まあでもね、結果ゲットゲットゲット。3600円。まあ、どうだろう。挟まってたよ。ダメ？実力じゃない？てるってー。あー、かわいい。よっしゃー、ゲットした。3600円でした。はい、いや、もういいんだよ、うん、結果ゲットできればいいんです。いや、そんなもんですよ、プライズは。いや、そんなもんだよ、うん、全然別に普通っすよ。そう、そのもんです、そのぐらい、うん、よかったよかった。かわいい、めっちゃ。もちろんね、あさりしかないけども。でもさ、この翌日プリン君のさ、ティッシュカバーだっけ、あのセガプライズの、はい、あれがあるんで、はい、全力投資。もちろんあれはもう絶対手に入れるんで。うさぎ踊りは本当にティッシュ入れる場所もないんで。そうだね、はい、まあ、こんな感じで今日の動画終わりたいと思います。それでね、プリン君の、ティッシュカバーだっけ、うん、あれ出たらまたやりに行って、できたらね、動画投稿するので、ぜひ下からね、チャンネル登録と高評価で、応援の方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。うさぎゲットしたよー。やっはー、やったぜ。うりゃ、喜びが溢れ